それでは水谷さん、反町さんに私からいくつか質問させていただきますが、まずですね、本日これだけの豪華なキャストの皆さんがお集まりいただきまして、本当に一堂に会していただいたこのイベントになったんですけれども、この皆さんと一緒に劇場版4ご紹介するという運びになりましたが、まずですね、今のお気持ち教えてください。いや、もうとにかく相棒で映画を作る、そしてまたシリーズに戻るということを繰り返してきてますけれども、今回その相棒の劇場版4がまず、できる決まったって聞きましたときに、まず最初の、率直な感想はですね、今まで、3人の相棒と映画を作ってきました。でもしソリになって映画がなかったらどうしようと思ってたんですけども、それまずほっとしたのが一つですね。そして相棒ならではのやはり素晴らしいゲストが揃ってくれた、もちろんレギュラー陣いますから、いや素晴らしいものができるだろうなとは予想してましたけれども、思っていた以上の素晴らしい世界が、生まれたと思ってます。そして4代目の相棒として劇場版4に出演されることになりましたけれども、はい、今、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。そうですね、本当にこれで僕がのところで映画がなかったらね、恨んでましたけどね、これはね次の5代目がね、また映画あったりしてね、僕のところだけなかったっていうねそれじゃ本当にでもね、ほっとしてますけどね。本当にでもこうやって2代目の幹部さんもね、及川さんと、そして素晴らしいキャストの方々とね、本当にこうやって映画に、ね、作れたことは本当に嬉しく思ってますけど、はいはい。シーズンの14、そして劇場版の4、さらには現在進行中のシーズン15という流れの中で、またお二人のコンビネーションというのが、徐々にまた成熟していったんではないかと思いますけれども、その右京さんから見た、渡るさん、そして渡るさんから見た右京さん、どのようなこの変化というか熟成ありましたでしょうか。そうですね、我々実は相棒で初共演だったんですね。ですから初めましてから始まりましたね。で相棒の中でもやはり杉下右京と冠城渡るというのは、法務省でしたけれども来て会うわけですね。でその距離感のがまず最初はやはりお互いに緊張してますから、いろいろ知らないことも多いですし、しかしワンシーズン過ごすことでやはりとてもいい距離感になってきたなという時の映画でした。でその変化に関しましては、なかなかこう見えて優しいんですよ。どう見えてるか分かりませんけれどもね、ですから変化というよりも優しさがこうにじみ出てきてるというようなところを今感じているところでしょうかね。冠城渉さんとしての変化というのは何かありましたか。はい、そうですね、やっぱり右京さんが本当に現場でね、水谷さんなんですけどね、水谷さんが本当に現場で足を本当何を言おうとして現場でね、リードしてくれてるので、本当に僕も去年、いやちょっと言わせてくださいよ、はい、どうぞ去年一昨年からシーズン14からね、参加させていただいてるんですけども、本当にリードしてくれてるんでね、僕も本当にそれを本当に助かってます。本当にやっぱ最初の段階でやっぱり相棒4代目って決まった時には本当に緊張とかね、プレッシャーとかあったんですけども、本当に現場で和ましてくれたりとか、本当に助かって、ここまで来れたかなとは思ってますけどね、先ほど水谷さんおっしゃってましたけども、その距離感っていうのは確実に縮まってきてる感じですか。縮まってますね、はい、縮まってますそうです、はい、ちょうどいい距離感というのがありますからね、それがまさに今回のこの劇場版4でも、表現されていると思いますけれども、このあと、この東宝シネマズの9つのスクリーン全部ジャックしていただくことになっておりまして、この劇場の中にはですね、もう実に2000人の相棒ファンがぎっしりと皆様をお待ちしているという状況になっております。はい、はい、こうやってですね、多くのファンの皆さんを熱くさせるこの相棒劇場版、今回4になりますけれども、今回のその魅力というのをちょっと教えていただけますか。魅力ですか。やはり相棒は、はい、社会派エンターテインメントということでやってきてますから、さあどこまで今回いけるんだろうと思ってました。そしたら、こんな話がまだできるんだ。つまり相棒というのは何が起こるかわからない、
そしてまた終わっても終わらない相棒というのがあるんですね。それの、すごい映画ができたなと思っていますね。いやさらに相棒でしたね。なかなかこれからご覧いただくので内容についてはねちょっとこう詳しく触れていただくのが難しいので、はい、思いっきり喋ってしまいたいぐらいですけど、ねまあ、そこは皆様にこれから見ていただくということですが、反町さんからまたこの、はい、この劇場版4の魅力教えていただけますか。まあね、ちょっと言えないところもあるんですけども、やっぱり僕は本当北九州 の, あのメイン の, あの、まあ、大舞台というかあのところでのねあの撮影なんですけどもね、うん、あれは本当にすごかったですね。すごかったですね、本当にね、まあ、C があの北九州のね、うん、ところが本当みんな一丸となって協力してくれたところなんで、まあ、そこも楽しみにしていただきたいなとは思いますけどね、はい、というですね、本当に史上空前最大規模の撮影が行われました劇場版4、皆様の前で間もなく、公開されるということになりますが、本当に寒い中皆様どうもありがとうございました。劇場版4キャストの皆様でした。どうぞ皆さん大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。それでは、後列の皆様からお戻りください。ありがとうございます。お二人だけじゃあ、水谷さんと、はい、お待ちいただいて、はい、前列の皆さんもどうもありがとうございました。はい、じゃあ。